はい、短期決戦です。4月7日7時44分です。ドル円は 110.85 です。ユーロ円は 117.96、ポンド円は 138.17 です。ダウは14ドル高、原油は 51.72、先物は前日比142円高です。どうでしょうね。そんなに危機的な状況ではありません。むしろ楽観されてるっていうか、ドル円が85銭ですからね、111円回復するような勢いです。このままいくと日経も上げて始まりそうです。いや、110.40 付近に行ったときはこれ危ないかなと思ったんですけど、85まで戻ってくれば何の問題もないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。